当チャンネルビジネス本研究所では様々な有益なビジネス本を解説してきました。お金、投資、ビジネスマインド、 SNS 運用、思考法、働き方、ビジネスツール、幸福についてなど多岐にわたりますが、抽象的な知識ばかりで実際にはなかなか行動できていないという人は多いのではないでしょうか。そこで今回の動画は少しテイストを変えて、実績がない人でも取り組める SNS 運用についてご紹介したいと思います。以前の動画で Twitter マーケティングマスター講座をご紹介しましたが、今回は実績がなくても運用可能なバズで伸ばすインスタ運用法をご紹介します。この運用方法は知識共有プラットフォームブレインで公開されていて、顔出しなし、フォローなし、おしゃれさゼロでも115日97投稿目でフォロワー1万人を達成したあまねさんのコンテンツです。あまねさんは年間250冊累計2000冊以上の読書をされていて、インスタを使ってマインドやメンタル系の投稿をしています。 Twitter が自分をブランド化する SNS で、自分が商品だとするなら、現在のインスタは情報が商品の SNS です。イメージするなら Twitter は自分がモデルで、インスタは自分が雑誌の編集長といったところです。要するに Twitter を伸ばすなら自分自身に魅力が必要ですが、インスタは情報が魅力的であれば伸びちゃうんです。初心者でも比較的伸ばしやすい上に、インスタだけでも十分にお金になったり、たくさんの恩恵がもらえるし、それ以上のステップアップも望める。それがインスタなんです。だからとりあえずみんなインスタをやりましょう。このコンテンツは3万文字の大容量にもかかわらず本1冊分の値段です。学生でも挑戦できる運用方法だということで、学生でも手が出しやすい価格に設定された、あまねさんの心意気が詰まったコンテンツです。このチャンネルではビジネス系 YouTuber がおすすめしているビジネス本を中心に、著名な方の最新刊やベストセラーはもちろんのこと、隠れた名著や当研究所おすすめの本を調べ尽くしてギュッと短くまとめて大事なエッセンスをお届けさせていただきます。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは早速参りましょう。このコンテンツに登場する重要なポイントを3つに絞って解説していきます。1、インフルエンサーを目指すならインスタが最適。2、インスタ運用の基礎中の基礎。3、フォロワーを増やすテクニック。順番に見ていきましょう。まず1つ目のポイントです。インフルエンサーを目指すならインスタが最適。インスタを伸ばせば自分の情報に影響力がつきますが、多くのアカウントの場合自分自身に影響力がつくわけではありません。この差って結構大きいんです。もちろん目指すべきインフルエンサー像は前者の方です。 Twitter のように自分に影響力がついてしまえば、そこからいくらでも事業展開ができます。しかし自分の情報に影響力がついた場合、他の場所や SNS では無力であることが多いです。とはいえインスタにはストーリーズやリールがありますから、伸ばした後に自分に影響力をつけていくことは十分に可能なんです。インスタを伸ばしたらそれが実績となって自分の魅力になって、 Twitter でもフォロワーが増えます。 Twitter とインスタでどのような特徴があるのか比較してみましょう。 Twitter は実績があると伸ばしやすく、人との関わりが重要になってくるので、何かで実績を作ってから取り組むといい SNS です。インスタは情報に影響力がつくので、どんな人でも伸ばせる可能性があって、初心者がインフルエンサーを目指すなら最適な SNS です。 Instagram を運用していく上で最初に考えるべきは、何のために運用するかです。例えば本の出版を目指している、企業案件でお金を稼ぎたい、自分のサービスを売りたい、あなたがしたいのは個人として知名度を上げて仕事につなげることなのか、自社自分のサービスを拡散することなのか、小銭稼ぎなのかをはっきりさせてください。それによってアカウントの方針を変えていかなければなりません。どんな目的でも共通しているのは、自分の投稿を見ることに何の価値があるのか。インスタは情報の価値で伸びる SNS です。ありのままを発信して伸びるのは芸能人のように、すでに自分に価値のある人だけです。これはもはや全ての SNS において同じこと。飽和状態になりつつあるインスタでそんな甘いことしてると、すぐにその他大勢と同じになってしまいます。今 SNS 特にインスタを伸ばしたいなら、価値提供ができることが大前提です。このことを常に念頭に置いて、自己満足の自分語り投稿にならないように気をつけていきましょう。続いて2つ目のポイントです。インスタ運用の基礎中の基礎。基礎中の基礎はインスタ運用を開始する前の事前準備2つです。1つ目はコンセプトを決める。インスタで投稿していく上で重要なのがアカウントのコンセプトです。何のために、何を、どんな風に、誰に向けて、どのくらいの頻度で、ここまでを明確にしておきます。あまねさんの場合だと、本の出版やセミナー等につなげるためにメンタル系の投稿を文章だけで、人生に悩んでいる人に向けて毎日7時に更新といった感じです。フォロワーを伸ばすためには権威性が必要不可欠なので、人に紹介できる程度には詳しいジャンルであることが最低条件です。そして大事なのはジャンルは絶対に絞ること。仕事のことも英語のこともメンタルのことも紹介したい、そんな投稿で伸びるのはすでに自分に価値がある有名人だけです。権威性を高めて、ユーザーがあなたをフォローする理由をはっきりとさせましょう。2つ目、プロフィールを作り込む。プロフィールはアカウントの顔です。フォロワーを増やしたいならプロフィールを作り込みましょう。注意すべき点としては、名前に説明を入れないこと、アイコンはシンプルに、超
簡潔に必要外の情報を入れない、権威性を示す、箇条書きで読みやすくする、この5つです。名前に説明を入れてしまうと業者に見えてしまうので単純にフォロー率は下がります。アイコンがごちゃごちゃしていると認知されないのでシンプルなものにしておきます。プロフィールは平均で5秒しか見られません。ごちゃごちゃしていると見てもらえなくなるので、ユーザーが自分の投稿を見るメリットを入れておきます。権威性を表現することで情報の信憑性を高めて価値がある投稿だと認識してもらえます。そして見てもらいやすくするために箇条書きにしておきます。この5点は押さえておきましょう。これでインスタ運用の準備は整いました。続いて3つ目のポイントです。フォロワーを増やすテクニック。基本的な流れはプロフィールを作り込む、毎日試行錯誤しながら高頻度で投稿する、バズらせてフォロワー外にも見てもらう、フォロワー1万人達成という感じでコツコツと価値提供をし続けます。その中にはテクニックもあるのでご紹介します。1つ目、投稿に統一感を出す。アカウントの投稿欄には9枚の写真が並ぶので、9枚の写真に統一感があるようにします。同じ背景や似たような色にするなど複数枚での見やすさを意識します。2つ目、圧倒的いいね力をつける。特に運用の序盤は投稿が全然伸びないので、ターゲットに自らアピールしなきゃいけません。そこで簡単に即効性がある手段がフォローです。でもこのフォローは冒頭でもお伝えした通り価値提供には全く関係ありません。価値提供でフォロワーを伸ばすアピール手段はいいねしかないわけです。いいねの役割は投稿を見てもらうことです。3つ目、インフルエンサーに紹介してもらう。あまねさんはフォロワー1000人超えたあたりで、当時フォロワー 9.7 万人のインフルエンサーに紹介してもらったそうです。1日多くて30人くらいしか増えてなかったフォロワーが1日で120人増えました。インフルエンサー法は自分のフォロワーが多いほど自分のコンテンツの質が高いほど効果も高くなります。重要なのはこのインフルエンサーにどうやって紹介してもらうかです。紹介してもらえるようにするやり方については本コンテンツで詳しく解説されていますので、ここでは省略します。4つ目、バズワードを見つける。バズワードをどうやって見つけるのか、それは同じジャンルで発信している先駆者たちの投稿を見ることです。インスタグラムの PC 版にログインすれば投稿のいいね数を見ることができます。例えば5人の競合アカウントの中からいいね数が多い投稿を10投稿ずつピックアップします。その投稿のサムネに含まれているワードで重複しているものがあれば、それがあなたのジャンルのバズワードです。5つ目、投稿に有益性、共感性を持たせる。有益性とは、なるほど、そうなんだ。共感性とは、確かに、わかるといった感じです。インスタで投稿に求められているのは、主にこの2つです。ライバルの投稿を見て、どんな部分に共感したか、どんな部分に価値を感じたのか、コメント欄を見てみるとよくわかるので、あなたの投稿に置き換えて投稿してみましょう。いかがでしたでしょうか。このバズで伸ばすインスタ運用法はこれだけではありません。ここまででも十分に運用できますが、本コンテンツではさらに本質的なバズらせ方法まで載っています。いいね数の伸ばし方、保存数の増やし方、コメント数を増やす方法、シェア数の伸ばし方、バズるサムネの作り方と5つのテクニックが載ってます。そしてさらにこれこそこのコンテンツの特典ですが、バズテンプレートが付いてます。このテンプレートはバズらせる投稿を作るときに気をつけること5選、バズらせる投稿の2つの型、 SNSを伸ばすための正しいパクリ方、毎日投稿できるネタの探し方、バズる文章の書き方のコツなど、天音さんがフォロワー5万人を獲得したバズテンプレートを公開してくれます。天音さんご自身も、正直この内容はこの値段で書こうかどうか迷ったんですがと前置きするくらいのインスタの攻略情報となっています。早速私自身もインスタ投稿しました。インスタ運用でフォロワーを伸ばしたい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。